9月4日、創立12周年を迎えたチェジュ万民教会が記念礼拝を捧げました。父なる神様に感謝を捧げた神の力チームとチェジュ万民教会の芸能チームの公演で創立を祝い、講師万民全司教会総指導教師イーソン牧師は、牧者を完全に信頼して新しいエルサレムまで一緒に行きましょうと伝えました。9月9日新ガンジュ万民教会の創立20周年記念礼拝を捧げました。参加者は神の恵みというメッセージを聞いて天国への希望が加わり、賛美と演劇など多彩な祝賀公演で創立の喜びを分かち合いながら父なる神様に栄光を返しました。また各司教会で行われた聖霊の満たしを求める祈祷会で火のバプテスマを受け、癒しと応えを体験する幸いな時間になりました。週刊短信です。9月17日チェジュ万民教会の創立8周年記念礼拝を捧げます。万民の証。霊の世界の祝福の門が開かれた2018年、万民夏のキャンプ、私たちは牧者の行う神の力を驚くべき癒しで、最適の天気で、最上の幸せで感じることができました。昨日も今日も変わらない父なる神様が、牧者の力で確かなものとしてくださった数多くの証拠、万民の生徒たちが体験した話を聞いてみましょう。万民と共にある神の力の証拠、2018年万民夏のキャンプその後の証。3、こんにちは、2000年宣教会キムウネです。今年の4月から頭からつま先まで全身の 70% くらいアトピーが広がり始めて、到底日常生活ができなくて休学もしました。曲げる部分が一番ひどくて、足や腕は伸ばしたり曲げたりもできなかったし、顔の皮膚が重力のために横になると耳まで割れるのです。だから噛むこともできないし、目もしかめたり表情が作られないくらいで、ご飯も食べられませんでした。傷口がジクジクするから治らなくて割れるんです。書かなくてもちょっとでも動けば肩で切られたように割れて、あんまり痛い時は我慢しようとすると息が詰まるのです。手が震えて毎日泣いていました。鎮痛剤を飲んで痛みが和らぐのでもないし、バンドエイドを貼って傷口が治るのでもないから、ナイフを持ってきてえぐり出したいくらい痛かったんです。娘の痛みがひどくって口をギュッとして、あーと声を出しながら泣いている姿を見ました。涙がボロボロこぼれて、これは確かに父なる神様がくださる祝福だと 100% 信じたから祈るしかありませんでした。両親も、私が子供の時からアトピーがあって牧者の力で癒された経験があるから、今回も信仰によってやってみようと言いました。
固く決心して祈祷員の癒し集会に行き始めました。人に見せるのも恥ずかしくてマスクをして髪の毛で隠して歩いていたんですが、祈祷院長先生がアドバイスをしてくださいました。マスクを取らなければと。で、私が集会に来てすぐマスクを取りなさいと言われたのではなく、ある程度祈りを積んで信仰が持てたと思われると従えるようにしてくださったんです。で、聞いて従って髪の毛も切って、そうすると確かに皮膚が良くなり始めたのです。少しずつ信仰生活も回復していきました。イージン先生が私の姿を見るたびにお願いをしたのでもないのに来て祈ってくださるのです。で、これをきっかけに自分にできるのは何もないでしょう。父なる神様に、牧者にだけ頼って、父なる神様の愛をたっぷり感じてとアドバイスしてくださいました。とても細やかに全く聖なるものとされた方々が一つ一つアドバイスをしてくださいました。これが父なる神様の愛なんだと感謝するばかりでした。成長してからは信仰生活が生ぬるくなったんです。御言葉通りに生きないで、世に出てこうしてはいけない、世を受け入れてはいけないと言われたのに、それを聞き流してしまうんです。大学に入って祈り方を忘れてしまうくらいあまり祈りませんでした。祈る時も、私がなぜアトピーが来たのか、アトピーになったのか知っているから心が押さえつけられていたのです。それでとても申し訳なくて、父なる神様の愛を感じながら、父なる神様の愛をこんなに起きたのに、今もいっぱいに起きているのにと、心を悔い改めなければならないことを後で悟って祈りました。そうしてから傷が治り始めたんです。割れていた皮膚がつき始めて、汁が固めて、そこにかさぶたができて、いくら触っても書いても血が出ないのです。あと、前はキャンプをしたっていなかったんですが、皮膚がこうだったからもっと施設になるのです。何としても解決されなければという心で、前の日まで、キャンプの前の日まで祈りをたくさん積みました。普段できなかったこと、メッセージもあんまりにも聞かなかったから、御言葉も学んで、そうするとキャンプの前から良くなり始めました。で、キャンプに行って証しをすれば、信仰の告白を捧げることによって、父なる神様はもっと完全に癒してくださることよ、ことを確信しました。で、写真まで印刷して講壇に上がりました。で、その時まで汁は止まっていたんですが、部分的には残っていました。見えない部分でも、そういう見えない部分まで全部癒されようと思って講壇に上がって証しをしました。4月の初めからアトピーが顔から胸、背中、足、腕に広がりました。信仰を見せなければならないのに、隠したいからマスクをして髪の毛で隠したりしました。霊的に解決して、心を打ち砕いて罪を告白する時間がありました。でしたら、神様の愛を感じながら悔い改めたら、その週にすぐかさぶたができて、1週間で全部取れました。こんなにひどかったのが、今このように完全に癒されました。画面の娘が証ししている画面を見た瞬間、涙がどっと溢れました。父なる神様は、体だけでなく魂が幸いを得ている祝福をくださったこと、私が願っていた以上に溢れるまで父なる神様が祝福してくださったんだ、これがまさに父の愛なんだと感動して、牧者の愛も一緒に感じられました。その後は今全部治ったと言ってもいいくらいで、学校も戻って復学してとても幸せです。いつも待っていてくださったんだということを感じました。牧者もそうですし、父なる神様もそうです。一言口にしたことを全部覚えていてくださること、これをきっかけに父なる神様の愛を感じて、牧者にとってもお会いしたいんです。アトピーが癒されましたから、牧者に会ったら堂々と告白しなければという思いました。愛する牧者、ありがとうございます。お会いしたいです。愛しています。私は中国一教区のチェ・ミョンスクです。お会いできて嬉しいです。ありがとうございます。韓国2008年に来て、5月に万民教会に出会いました。初めは信仰がなかったんですが、メッセージを聞いてみると、こんな牧者がおられるんだと慕うようになりました。
それで教会に来てから手術を守って10分の1献金もしました。その時は病気がたくさんありました。心臓に痛みもあったし、胃も痛いし、胃も悪いし、足も痛かったんです。中国にいた時、世の方法で薬も飲んで注射も打ってもらいました。でも心臓と胃はいつ癒されたのかもわからないうちに、1年経ったら全部癒されたんです。満身に来てみると、牧者の力が大きいから、神の力で癒されなければ。でそれから腰のヘルニアも牧者の力で癒されるという信仰を持つようになりました。2番目の娘が43歳なんですが、腰のこのヘルニアが41年になりました。で女性が赤ちゃんを産んで産後の養成をしないで重いものを持ち上げると、脊椎の骨と骨の間にある椎間板が伸びるそうです。でレントゲンを撮ってみると、骨が全部曲がっていると言われました。ちょっと歩けば腰がちぎれるように、下から引っ張るような感じがして歩けないのです。でお皿を洗う時も腕で体をこのように支えていました。2年くらいは。で今度キャンプの時、癒されようと思って断食もして、一日もな休まないで祈祷員の集会に通いました。で院長先生が、牧者がキャンプにおられなくても私たちのために涙で祈っておられるから、恵みをたくさんくださると言われるから、で癒されると確信しました。心に確信が与えられてました。キャンプ場に着いた時もずっと痛かったんです。食堂までの10分くらい歩かなければならなかったんですね。坂道を登る時、腰が痛くて歩くと息が切れたんです。そうやっていて祈っていた時も、トンボも来て止まったりしましたが、イスジン先生が祈ってくださる時から感動して、全く聖霊のものとされてイーソン先生が腰のヘルニアが癒されるようにと祈ってくださいました。そしたら歩く時、一つも痛くないんです。それから助けなしに一人で高台に上がりました。腰のヘルニアになって40年です。こんな風に立っていると腰が痛かったんですが、今は痛みが全部なくなって腰がすっきりしてスーッと伸びて完全に癒されました。一度曲げて、はい、立って曲げて立ってジャンプもしてみてください。ハレルヤ、癒してくださった神様に感謝し、牧者に感謝します。イスジン先生にも感謝します。どれほど感動したのか感謝で、牧者の力が本当にこんなに素晴らしいんだ、私のような人は何もしたことがないのに、どれほど感謝だったのか、その後から感謝の祈りがたくさん出てきます。最近は痛くないから、いっぺんに階段は登れます。今は何でもないし、全然痛くもありません。感謝いたします。癒してくださった神様に感謝します。そして神の力が込められたハンカチで祈ってくださったイスジン先生と、全く聖なるものとされた方々が祈ってくださって感謝します。愛しています。今年の6月から運動を始めたんですが、終わってシャワーをするとき、水が耳に入ったんです。数日経ってから耳が痛くて痒いんです。それで病院に行って診断を受けてみたら、外耳道炎だと言われました。今回のキャンプで祈りを受けて癒されようと、そう思って備えました。初日、イスジン先生がハンカチの祈りをしてくださる時、耳を触ってみたのですが、その時水がちょっと抜けました。耳も痛くないし、全然痒くありません。
僕者の空間の中にいるから、だからこんな風に答えていただき癒されるんだと分かりました。もっと感謝なことは、キャンプが終わって父は教会に通っていないのですが、来年のキャンプに一緒に行くと言いました。牧者、癒してくださってありがとうございます。これから牧者の身になります。ありがとうございます。こんにちは、三大台31教区のユン・ジョンヒ執事です。私は不安症がひどくて、一人ではエレベーターに乗れないし、大きな建物のトイレも一人では行けなかったのです。しかし夢で誰かが部屋のドアを太い鎖で閉鎖するんです。それで私はドアが開かなければ胸が張り裂けそうなのにと思っていたんですが、窓から下を見たら牧者が私たちを見つめてから行かれるんです。それで私はあれ、胸が苦しくないなと思いながら夢から覚めました。でその後からは不安な症状が一つもありません。一人でエレベーターに乗って、飛行機も乗って、トイレもどこへ行ってもそんな症状がありません。癒されたんですね。去年4月から目をつぶったり集中して見たりすると、黒いものが目の前にチラチラするんです。鬱陶しかったんですね、黒いものが行ったり来たりするから。でそれで眼科に行って検査をしてみたら飛蚊症だと言われました。牧者が行う神の力が込められたハンカチの祈りを受けていましたから、たまには黒いものが見えたんです。それで今回キャンプの時答えていただこうと思って、3日断食もして一食断食もして、明日を心でキャンプに参加しました。今回なぜもっと舌を心で行ったのかといえば、牧者がおられないからもっと恵みを受けて癒されなくてはと思ったからです。初日、一陣先生が力強く導かれる時、本当に素晴らしいと、いつも感じていたんですが、その時はもっと大胆に導いておられるようで感動しました。神の力が込められたハンカチで祈りを受けた時、熱い感じが胸に来ました。その後帰ってからは黒いものが見えないんです。それで眼科にもう一度行って検査をしてみたら、飛蚊症がなくなったと言われました。私70歳なんですが、目も良くて、その前は眼鏡をかけていましたが、万民教会に来てから目ももっと良くなくて、このような本、小さい字の本もよく見えます。癒してくださった父なる神様、主に感謝します。牧者、ありがとうございます。愛しています。三の五女性宣教会11機関長チャン・ギョンソンです。ハレルヤ。2017年10月末頃から全身にかなりの痒みがありました。かくと全身にじんましんのように出て、片方だけでなく腕に出たり足に出たりお腹にも出たので、すぐムアンの甘い水をつけて祈ろうと思っていたところ、11月頃病院に行って血液検査と尿検査をしましたが、糖尿病予備群だと言われました。後で分かったんですが、痒かったのは糖尿病がある時の症状だったそうです。
それでなぜ私にこんなことが起きたのか顧みるようになりました。父が腎不全で亡くなったんです。私は腎不全第一期でも家族歴があるから透析をしなければならないこともあるのに、あまりに深刻に考えていないようだと病院で言われました。で、家族が心配すると思って薬を飲み始めたんですが、ずっと心は安らかではありませんでした。なぜなら牧者は死んだものを生き返らせ、歩けないものも歩かせ、いろんなことを25年以上見てきたから、きっぱり薬やめようと思いまして、そして母と家族に、私は神の力を行う牧者を信じるから薬をやめる、信仰で勝利したいと言って、特別ダニエル哲也祈祷会を捧げました。その時、道会長先生が祈りの家におられて、毎週金曜徹夜礼拝と週一礼拝に3回癒しの祈りを受けました。そんな信仰を見せて血液検査をしましたが、肝臓のコレステロール値も症状になって、糖尿病も良くなったと。私が信仰の告白をした瞬間、答えていただいたんだと思いました。でキャンプの時、癒しの祈りを熱く受けようと思っていきました。キャンプ場に着くとすぐメッセージを聞く前から、足のあたりがひんやりして癒されている気がして、また祈りを起きた時、頭の後ろから熱い風が全身に当たって、私はすでに癒された、もっと完全に癒してくださるんだと思いました。で、前に出てチョンミョン先生からハンカチの祈りを受けましたが、心の中で牧者がおられないだけに、もっと高台に上がって明かしなければと思いました。で、あちこち見ないで前だけ見て、お会いしたい牧者のために高台に上がりました。突然糖尿病と腎不全第一期になって、礼拝のたびに癒しの祈りを受けて、で薬もやめました。すべての数値が正常だと病院からメールを受けました。キャンプから帰ってきて糖尿数値をチェックしていたら103と数値が出ました。今回証しをしながら、もう一度私が牧者の羊の群れだということがとても幸せで感謝だと改めて感じました。それから講談で火のように祈ってくださった伊豆神先生、本当にありがとうございました。長い間万民の羊の群れでしたが、また新しくスタートする生徒に変えられます。ありがとうございました。牧者、感謝です。とても愛しています。早くお会いしたいです。ありがとうございます。愛しています。7月に炊飯器の内釜を払っていて、手をひねりました。痛みがひどくて、靭帯が伸びたようで、痛みがひどいから、その場で癒しの祈りを受けました。痛みがなくなったようでしたが、その日仕事が終わって家に帰るとまた痛いのです。で、今回キャンプに行って完全に癒されようと祈祷課題を持って毎日祈りました。キャンプでイスジン先生が説教をされるとき、手首を回してみたら痛くないのです。完全に癒されたんだと、とても感謝です。キャンプから帰ってきて完全に癒されました。少しも痛くありません。今もずっと働いていますが、周りから本当に不思議だと言われます。キャンプから帰って、社長が仕事がきついから給料も10万を上げてくれました。本当に牧者に感謝します。愛しています。こんにちは、三大大27教区長イーチヨン伝道師です。ハレルヤ。キャンプの4日前、一日中正座してメッセージを伝えて礼拝を捧げていました。最後の家庭を訪問して祈ってあげようと立ち上がりましたが、感覚がなくて足首をひねってしまいました。その時は感覚がなかったので、痛いとも思わないでソウルに帰りましたが、戻ってから足がひどく腫れ始めました。おかしいなと思って車を止めて、道会長先生が祈って神の力が込められたハンカチで当てて祈りました。それから痛みはなくなりましたが、相変わらず腫れていて、
足に力が入らなくて歩けませんでした。で次の日の朝ですね、 WCDN に行って確認してみたら、靭帯が左足首の4つのうち2つが切れていたんです。ギブスをしたらと言われましたが、それをして訪問に行くこともできないし、またすぐキャンプもあるんでギブスはしませんと言いました。金曜日に訪問を終えて月曜日にキャンプに行きました。教育を受けていましたが、癒されようという心ではありませんでした。でも心が安らかになって心配しませんでした。そんな心で座って礼拝を捧げましたが、メッセージも素晴らしかったし、自分の心も顧みるようになりました。座っていると怪我をしたのは左足だったのに右足が痛いのです。なぜなら左足をかばおうと3日4日間右足に全力を使ったので、左足が痛いのはずなのに右足が痛いのです。で悔い改めました。左足がする役割を右足が全部してつらかったように、私たちは一つなのに、もっと一つになって欠けている人、満足できないことを見るとき、なぜあの人はあんな風にしているのかというのではなく、もっと祈って応援して涙を流してあげるべきなのに、私が穏やかでなかったことを心から悔い改めました。そして伊豆神先生が、道会場先生が祈ってくださったハンカチで癒しの祈りをしてくださるとき、自分のために祈りを受けられなくて、生徒さんたちが答えていただけるように切に祈りを受けました。そして病院の方々を見に行きましたが、足に力が入るのが感じられたのです。意識してなかったんですが、それで一度ちょっと足を曲げてみました。そしたら曲げられるのです。でもう少し歩いて走ってみたら、その前はしたくても左足は力がないからできなかったのに、普通にできるのです。それで癒されたんだと、音響会に来て25年目に初めて講壇に上がって証しをして、とても幸せでした。左足の靭帯の4つのうち2つが損傷したと、それで全治4週間ぐらいが必要だと言われました。腫れていて足を引きずって歩いていました。力が入らなくて上がるのはできても降りるのはよくできなくて曲げられませんでした。でメッセージが終わって、病人の方々を確認しに行って歩いて曲げてみましたが、力が入って全然痛くありません。曲げて走ってみてください。ハレルヤ。ありがとうございます。数日後、超音波検査をしてみたら、靭帯がちゃんとついていると言われました。靭帯がついたことが、うちの教会でがんも癒され、折れた骨が癒された方もあまりにも多いから、それが大したことなのかなとも思いましたが、この前漁師のところに行って証しをしました。父は医者です。でお父さん、私靭帯が切れて3日目にキャンプに行って癒されたのと言ったら、とても驚くのです。父も数年前靭帯が切れたことがありましたが、どうやって3日で癒されたのか、本当か、歩いてごらん、ジャンプもしてと言われました。で父の前でジャンプもしたり歩きながら栄光を返しました。うちの教会ではあまりにもたくさん癒されるから大したことじゃないと思っていたんですが、靭帯が祈りでついて、それも3日で完全に、4日だけで完全になったのも驚くべきことだと思いまして、もう一度恵みを受けました。で感謝なことに生徒さんたちに心配をかけないように短い時間に癒されて、キャンプから帰って普通に訪問ができました。癒してくださった父なる神様、主、感謝します。愛する牧者、幸せな心で走っていけるように導いてくださってありがとうございます。愛する牧者、27教区が幸せです。愛しています。私は観音万民教会のキム・オクシャです。こんにちは、ハレルヤ。今年2月28日、部屋に2人でいたんですが、家内が1人外に出て、韓国味噌を仕込もうと台に上がったら、しばらくしておじいちゃんと呼ぶんです。
それで彼女を支えて車に乗せて病院に行ったら、お医者さんは脊椎が折れて足の指が麻痺していると言いました。連絡して息子と嫁が来ました。足は、母は足首を動かせませんでした。歩くと力がなくて足をこう引きずっていました。もう一度病院に行ったら腰の骨が折れてもう麻痺していると。でお医者さんはこれ以上進まないように手術をしてくれました。ところが手術したのにもう麻痺しているから歩けない、座ったままいなければと言うのです。お医者さんは強く、母はもう歩けませんと。全然歩けませんでした。どれだけ心配したか到底口では言えません。二人だけいたら、しかも私は家内に頼って暮らしていたんですが、怪我をしたから私の心は到底言えないほど、死んだ人のように何もできません。正直言って、こんなに歩けないならどこかへ捨てることもできないし、荷物じゃないですか。病院にいるとき、一人で随分泣きました。母が家に来て、観音万民教会の先生が祈ってくださいました。で、その後祈りを受けてから立ち上がってトイレも行ったそうです。毎週教会に行って礼拝を捧げて帰ると違うのです。足に力が入って歩行器で動いたり、ちょっとずつ動いたり、私たちは牧者の力をたくさん見たじゃないですか。キャンプに行ってみたらと聞いたら、母も私が歩けさえするなら行くと言いました。実は行く前に母が歩く夢を見たそうです。私もその母が歩く夢を見ました。で、母はキャンプの準備をちゃんとしました。一日に3回癒しの祈りを受けて、十字架の言葉も聞いて、キャンプに行く時は車椅子に乗って腰と足のそのコルセットまでしました。そんな風にキャンプには行きました。それで母のそばに一緒にいたんですが、母が癒されるように父なる神様の愛を感じて、牧者の恵みを感じて、これから信仰生活が正しくできたらという切なる心で祈りを受けました。そして前に出て祈祷委員長先生に祈りを受けました。私が本当に歩けるだろうかと思って立ち上がりました。歩いたじゃないですか。飛んでいきそうでした。車椅子を私が押していきました。で、母は案内する方に支えられて講壇に上がりました。癒しの祈りが終わると、母が家内が2人ともいなかったんです。で、講壇にたくさんの人がいましたが、その中に母と家内を見て本当にびっくりしました。麻痺して歩けませんでした。お医者さんが歩けないだろうと、全く歩けないと言ったそうです。しかし今、講壇のハンカチの祈りを受けて歩いています。ハレルヤ、神様に栄光をお返しします。とても幸せでした。講壇から降りてくるときはもっとよく歩いているのです。遠い距離を一人で降りてきました。実は一人で歩くのは無理なのに、一人で歩いて降りてきてとても幸せでした。感謝の心は何度もお返ししましょう。私の願いは、両親が一緒に素晴らしい天国に行くこと、それが目的だったんです。一番嬉しいのは、両親が体験して歩いて天国を望みながら生きられること、それが息子としてとても嬉しいし幸せです。キャンプが終わって家に帰りましたが、
途中でね、一人でトイレに行くのです。うちは階段を上がらなければならないんです。しかしそれも一人で上がるのです。それで私も嬉しく上がりました。今は一周一周違ってきて、もっとよく歩いていると言うから、病院に行ってみました。お医者さんは私が歩けないと言ったのに歩いている。おめでとう、奇跡だと。言いました。神様を熱心に信じなければ、神様のおかげで癒されたから。前に私も首に大きいしこりがあったのに、イ・ドンソク先生がハンカチで祈ってくださって亡くなりました。本当にありがたいです。みんなありがたいんですが、神様に一番ありがたいと思っています。私を立ち上がらせた方は神様じゃないですか。イジェロク先生も、観音万民教会の先生もありがたいです。うちの息子嫁もありがたいです。牧者の力を体験させてくださった神様に栄光を返しします。愛する牧者、ありがとうございます。愛しています。他のどこでも体験できない、牧者を通して現れる大きな驚くべき神の力を見て聞いて体験した私たち、その日の恵みと感動を心に刻んで、日々さらに変えられて、世を勝ち抜き、新しいエルサレムに向かって力強く走っていく牧者の力の実となります。